皆さんこんにちは、リーナと申します。今回はですね、ちょくちょく動画でも話してたんですけど、ダーマペン4を初めて1回受けてきたので、そちらのねダウンタイムの経過とかを撮っておいたので紹介していきたいと思います。今回ダーマペンを受けてきたクリニックさんなんですけど、渋谷にあるエミシアクリニックさんでダーマペンを受けさせていただきました。ダーマペンって何なのっていう方もいるかもしれないんですけど、ダーマペンっていうのはペンタイプの皮膚再生治療器具で、主に肌質の改善とかニキビ跡の治療、あとは毛穴の治療、有効成分投与などを目的にした電動微細芯システムって読むのかなみたいです。こうそのペン先に針が何本だったかな、こうバーってついてるんですけど、それをこうガーッと刺して顔中に細かい針で傷を与えて、でそれでこうなんだろう、一旦傷つけて治癒力、自分のその治癒力で回復していく、回復させていくみたいな感じの治療法です。で、私はそのエミシアクリニックさんで肌診断をしていただいて、一番適している治療内容がダーマペンということだったので、今回初めてダーマペンの、それにさらに追加でウーバーピールっていうものをしていただきました。でこちらが炎症性のニキビ跡、赤いニキビ跡にすごい悩まされてたんですけど、これに効果があるということでウーバーピールを塗っていただきました。で、まずこの治療中の動画とダウンタイムの何日か分の動画があるので、そちらを見ていただきたいと思います。どうぞ。はい、こちらが施術前のお肌の状態です。結構私開き毛穴もひどくて、赤いニキビ跡が目立つ感じになってます。おでこのあたりもね、すごい毛穴が開いてるんです。やっぱおでこと頬の毛穴が気になる状態でしたね。すごくちょっとお見苦しい状態ですみません。はい、これはね麻酔クリームを塗布していただいた後の映像ですね。完全にふざけてますね、これは。ちょっと麻酔クリームの映像がこれしかなかったので、すいません。20分ぐらい麻酔クリームを塗って置いたら、こんな感じで拭き取ってジェルをのせてダーマペン開始になります。大丈夫です。こんな感じでダーマペンで穴を開けていくので、だんだん当てたところからね赤くなってきて、ちょっと血がね出始めます。鼻怖いですよね。でも一番痛くないっておっしゃいます。皆さん、でも振動は結構一番くるので、じりじり当たってる感じはちょっと他のとこより強いかもしれないですね。私も鼻全然痛くなかった。本当ですか。鼻の下グーッと伸ばせますか。ありがとうございます。大丈夫ですか。大丈夫です。鼻はなんか毛細血管が多いらしくて、出血が他よりすごいんですけど、見た目ほど全然痛くなかったですね。ただ振動はどこよりも一番きました。大丈夫です。大丈夫です。鼻の下が一番痛かったです。痛い感じがしました。でも全然我慢できるので、拭き取っていきますか、ね。はい、お鼻は結構毛細血管が集まってるところなので、結構浅くても結構出血します。すごい。これ取ると結構そうでもないんですよ。こんなぐらいです。この炎症のニキビのところはちょっと薬剤が効くようにしっかりやっててます。はい、しっかり目閉じてください。ピリピリしてくると思います。ちょっとピリピリ感強くなってきたら教えてください。
なんか熱い感じがします。そうですよね。はい、帰宅直後はこんな感じです。結構ね、帰宅中から痛がゆい感じがありました。赤みが目立ちますね。こちらが2日目の夜になります。お風呂上がりなんですけど、結構突っ張ってる感じで、もう皮むけが始まってる状態でしたね。夜は結構痛がゆい感じで寝つきが悪かったです。3日目になるとこんな感じで、ちょっとね、皮むけの感じが収まってるように見えるんですけど、かさぶたみたいになってますね。4日目になるとすっごい皮むけがもうこっからやばくて、化粧なんてできないよぐらい皮がむけ始めました。で、ダーマペン施術前に比べて毛穴が少しなんかちっちゃくなっている気がしなくもないなという感じでした。5日目になるとこんな感じで、皮むけは相変わらずすごいんですけど、やっぱり毛穴は少し閉じてきてる気がしますよね。赤いニキビ跡もちょっと薄くなってる気がしてたんですけど、どうですかね。引きで見るとこんな感じです。皮むけが目立ちますね。はい、これは6日目のスキンケアの直後ですね。結構お肌がワントーン上がった感じで、ちょっと好転反応でこのこめかみのあたりにポツポツニキビができ始めました。ニキビ跡と毛穴は少し良くなってる気がしましたね、個人的には。スキンケア後なので皮むけもそんなに目立たない感じでした。鼻のアップを見てもらうと分かるかもしれないんですけど、角栓が結構なんて言うんだろう、モサモサしてきて、すごい取りたくなりましたね。これも我慢したんですけど、見えますかね、ちょっと凹凸があるの。7日目はこれ化粧ありなんですけど、ファンデーションをのせると顎あたりの皮むけがちょっと目立つなって感じだったんですけど、毛穴がやっぱりちょっと締まってきてたのか、プライマーをのせずにファンデーションをのせただけでこんなにすごい綺麗な仕上がりになりました。透明感がね、前よりもちょっと出た気がします。はい、いかがだったでしょうか。多分ね、施術中のシーンを見て結構うわーってなった方いると思うんですけど、すごい血だらけになるので、すごい痛そうじゃないですか、赤くなるので。なんですけど、正直この鼻の下はちょっと痛かったんですけど、他はね、私が初めてだったっていうのもあって浅い針だったんですね。なので、まあそれもあると思うんですけど、全然思ってたよりも痛みがなかったです。ほぼなかったですね。振動はありますけどね、このガガガガガっていう振動はあるんですけど、針刺す前に麻酔クリームを塗っていただいてるので、感覚麻痺してるので、もうその振動があるなぐらいで全く痛くはなかったです。ただここだけ、やっぱりここってニキビとかできても痛いじゃないですか、鼻の下って。なんか敏感なんですかね、ここはちょっとチクチクする感じがありました。で、あとなんかよくそのウーバーピールとかをしてる最中にすごい染みて痛いっていうのも聞くんですけど、私は全然そんなことなくて、ちょっとピリつく感じで気持ちいい感じでした。私結構お風呂上がりに化粧水とか塗ると、ものによってはすごい染みたりするタイプだったんで、すごいビビってたんですけど、全然大丈夫でしたね。でですね、ダウンタイムが結構つらめなので、1週間ぐらいはダウンタイムで撮っといた方がいいかなと思います。結構ね、皮むけが私の場合はすごかったので、ファンデーションとかが本当に塗らないので、そこはね、ちょっとお仕事がある方とかマスクをしていればまあ大丈夫かもしれないんですけど、特にこの顎と鼻下と鼻の部分、この鼻先の部分とかは特に皮むけがすごかったので、まあ、ダウンタイムががっつりあるっていう風に思っていただいた方がいいと思います。あとはね、術中とかは大丈夫だったんですけど、その終わった後、終わって数時間後ぐらいからちょっと痛がゆい、すごい痒くなってきましたね。私は
多分その皮がこう剥ける準備なのか分かんないんですけど、すごく痒くてそれを我慢するのが結構つらかったです。そこで描いてしまったりするとね、皮とかがこう自然に剥けてくるものを無理やり剥いじゃうことになっちゃうので良くないと思うので、すごい我慢したんですけど、それがつらかったですね。痒くて痛痒くて眠れないみたいな感じはちょっとありました。でランテーム6日目くらいでがっつり化粧をしてみたんですけど、皮むけが完全に終わってない、完全に終わったっていう状態ではなかったんですけど、すごくね毛穴がちょっと締まってるのかな、いつもより。それですごくファンデーションのノリが良かったっていうのと、あと肌のトーンが、なんだろう、トーンが上がったというか、ちょっと透明感が出てる感じがありました。やっぱり皮がね剥けたからなのか、内から出るような透明感っていうのが今まで全くなかったんですけど、私くすみがすごくて、初めてここであっ自分ちょっと透明感出てるっていうのを実感しました。その次の日から動画を回し忘れてしまっていたんですけど、その次の日にまた鼻の下あたりが一回剥け切ったのに、また なんかもう一回剥けてって感じでしたね。で、私すごくこれもう大後悔してることがありまして、やっぱり肌を傷つけて治癒力でこう再生していくってものなので、ダーマペイした後ってやっぱりお肌ってすごくバリア機能がね多分弱ってる状態だと思うので、アフターケアってしっかりしてあげなきゃいけないと思うんですよ。で、私ダウンタイム1週間過ぎたぐらいから、新しい家に荷物を置く前にちょっと1週間ぐらい泊まってたんですよ。で、その時にいつも使ってるスキンケアとかをねほぼ持ってきていなかったので、その十分なスキンケアができなくて、多分バリア機能が弱ってる時にそのアフターケアがしっかりできなかったのがあって、一気に細かいニキビがふわーってできちゃったんですよ。好天反応でちょいちょいニキビができてたっていうことはあったんですけど、そこまで一気にバーってできたのは多分私の管理不足というかスキンケアがしっかりできなかったのが原因だと思います。で、それと同時にダーマペンでこうちょっと鼻のあたりはモサモサする、角栓がすごいモサモサするっていうのあったんですけど、それも超えていい感じにねツルツルになったのに、私がその後1週間しっかりスキンケアできなかったせいでまた詰まらせてしまったんですよ。ってのもあって、今せっかく良くなってた肌がちょっと後戻りしてしまっている状態です。ニキビ自体はねもはや増やしてしまいましたね、私の自分のせいです、これは完全に。なのでやっぱり肌を弱らせている状態なので、スキンケアは当日はねしない方がいいんですけど、その翌日からはしっかりとした方がいいなというのが私の失敗談からの学んだことです。だからそこを今ねすごく後悔してますね。なんですけど、そのダウンタイム6日目ぐらいの時にすごくダーマペンの効果は実感したので、これを何回かしっかりとスキンケアをしながら続けていったら、毛穴もニキビ跡も改善されるだろうなっていうのはすごく思いました。ただね、ダーマペンそんなやっぱり安いものじゃないので、そこはねちょっとお財布と相談しながらこう続けていけたらいいなと思ってます。で、感覚としては1ヶ月に1回ぐらいの感覚でやるのがいいみたいなんですけど、やっぱりダウンタイムがね1週間ぐらいあるので、そこもねうまく調節できる時期にやった方がいいかなと思います。はい、こんな感じでダーマペンを受けてきた感想とかをバーッと言っていったんですけど、もう結果的に私はねすごく受けて良かったなとは思います。ただ自分の後のアフターケアがしっかりできていればもっといい効果を実感できたのかなと思います。で、この私の失敗談とかも含めて少しでも皆さんの参考になれば幸いです。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今後もねお肌の治療とかいろいろ気になってるものはあるので、そういう治療とかをするときはまた動画にしてみたいなと思います。あとよかったら赤いニキビ跡とか開きケアなんていうのかなにいい治療とかを知ってる方いらっしゃいましたらコメント欄にぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。